まあ、前回はざっくばらんにいろいろと、はい、そうでしたね、はい、伺いました。で、まあ、やっぱり単純に気になるのは美穂子さんはどういうきっかけでゴルフを始めたのかなっていうのが、はい、きっかけはそうですね、まあ、うちの父親が、まあ、ゴルフが大好きで、まあ、なんか子供と一緒にゴルフがしたいっていうなんか思いがあったみたいで、私は全然もうやりたいと思ってやったわけではなく、父親に練習場に連れてかれてで始まったっていう感じ。特にそのですね、ジュニアゴルフの教室がすごい盛んだったとかそういうことでもなく、全くそういうのは周りにやってる同年代はいなかったですよね。それ何歳ぐらいの時ですか。それが、小学校2年生ぐらいの時。早いですね、結構、もうだから何ですか、8歳とか。8歳、そうですね、それぐらいですかね。どうでした、最初から結構もう当たったんですか。こう、全然当たんないですよ。あ、天才少女現るの入り口じゃない。全然もうなんじゃらほいでも全然わかんなくて、はい、ただただなんか練習場に行って、でもなんか最初から先生をもうつけてくれて、父親が。その先生はずっとこの先師匠になるこの岡田義雄プロですか。はい、そうです、はい、に、まあ、福島にいらっしゃったプロで最初から教えていただいて、はい、ずっとツアープロの時もスイング見てもらってたんですか。見てもらってました。もう困ったことがあったら岡田さんのとこ行って。困ったことがあったらすごいっすね、はい、岡田プロに。でもまあなんかそういう存在がいるってすごい素敵なことで、僕羨ましいなと思いますけど、ね、そうですね、もう何でももう相談して、はい。どっち系の先生だったんですか。要はもう練習が足りない、気合いだっていう感じなのか、あるいはロジカルにコーダーだっていうタイプなのか。もうとっても優しい先生でした。へえ、うん、もうのんびりなんかこうだぞああだぞ、優しく教えてくれて、だから続いたっていうのもあるんですか。そうですね、この先生だからもう続けられたし楽しくできたし、プロにもなれたなっていう、はい。ああいいですね。そうですね、そういうタイプの方に最初から出会えて、はい、そうですね、でなんか本格的にその競技ゴルフとしてっていうのはもう本当それこそ中学校ぐらいからですか。中学校もそんなじゃなかった、まあ、ちょっとずつなんか試合に出て、でそのメンバーコースとかっていうのもなかったので、本当に学生の試合に出れる試合だけなんかこう推薦をいただいて出てたりとかで、高校に入ってから仙台育英に行ってからもう、まあ、主にその学生の試合ですね、それに出て、でなんかちょっと優勝できて東北女子アマの、はい、その出る権利を得てとか、はい、あれもやっぱりこうなんかホームコースを持ってないと出られない、ハンディキャップがないと出れないっていうなんか規定があって、はい、だそういうのがなかったので、その学生枠というかそういう推薦もらって出れたんですよね。もう本当に全然そんなに試合とかもなかなか出れなかったので。すごいですね、はい、でも高校の時はもうだって2年連続でそのいわゆるナショナルチームに選ばれて、まあ、いろんな、ね、ナショナルチームに選ばれるとだってその、まあ、日本を背負っていろんな試合に、そうですね、ね、すごい選手がたくさんいまして、もびっくりしましたよ。なんかいますこの選手もいたよみたいな。それこそ大山志保ちゃんとか、あ、ね、もう当時から一緒のもうナショナルチーム、まあそりゃそうですよ ね、もう学生で、それこそ志保ちゃんはたくさん試合出ててもうたくさん優勝してすごいなと思って、見てて、はい、まあ同期なので、はい、嬉しいですよね。そうですよね、でそこから高校でそういう風に、まあ、いろんな競技本格的に出始めて、美穂さんはそこから大学に行くんですか、それともそのいわゆる研修生みたいなゴルフ場に属するんですか。あ、私はそこから研修生になりました。なんていうゴルフ場の、リフゴルフクラブっていう今宮城テレビ杯が開催されてるゴルフ場で、はい、そこで行く卒業して働きながら、はい、練習させてもらって。当時やっぱ多かったですよね。僕の姉ちゃんも高校出たらもうすぐに研修生になって、あ、まあ、やっぱそこが
もう近道だったんですよね、まあ、当時は時代的にというか、うん、なんかそういう風な流れでプロを目指すっていう。でも一方で大山翔さんは大学に進学する、大学行って、ね、そうですね、試合出て、まあ、いろいろありますね、うん、人によって選択が、でもまあ同じプロテスト合格は同期になるという、そうなんです、素敵な話ですね、はい。でまあ、プロになったのはね、あの2000年で、3回目のテストでっていう話でしたけど、はい、当時のやっぱり美穂子さんがプロなりたての、そのいわゆる女子プロゴルファーの世界って、うん、今よりもめちゃくちゃ厳しい感じありますよね。これ僕の印象ですけど、まあそうですね、もう、まあ、ザ体育会系っていう、うん、もう多分もうイメージしてる感じだと思いますけど、そうですよね、うん、そんな感じでしたよ。ピリッとしてて、ピリッとした感じで、空気もなんかやっぱ、うん、ちょっと、ね、はい、背筋がこう、はい、伸びるっていう感じで、まだ現役で岡本彩子さんとか、はい、まあ、それこそ、木村俊美さん、はい、藤井香澄さんいらっしゃいました。その方々がもう現役でやられてる時代、はい、どうですか、誰にいじめられたんですか。いやいやいや、もう本当にもう私は、はい、まあその研修生の頃に、はい、福島明子プロに大変お世話に、はい、なっておりまして、でキャディーとかも何とかさせてもらって、はい、まあ、優勝も間近 で、ね、はい、経験させてもらってるんで、まあ、本当にお世話になってて、でプロになってからもそのアッコさんに、プロになったからよろしくねみたいな感じで声をかけてもらったりして、でああそういえば、福島プロのやってたねってなんか覚えててもらって、私はもうなんかそんな感じでこう入れたんで、こう割とこう優しく、あ、皆さんが優しく、あ、このとこの子だぞに慣れた子ですね。あ、そうです、はいはいはい、これそんな感じで、うん、体育会系で生き抜いていく一つの手段でもありますね。あ、そうですね、やっぱりもうお気にのすごい偉い先輩のもとにちゃんとスッと入るっていう、スッと入って、はい、手出されませんからね、他からは、はい、じゃあもう全然、はい、もう優しく対応いただいて、やっぱどうですか、やっぱ厳しかった話はたくさんありましたか、その当時の女子プロゴルファ ー、 あー、まあ、まあ、でもやっぱりまずは挨拶、あ、そうです、ね、まずはもう笑顔で挨拶をしてれば間違いない、はい、まあそのね、やっぱりその先輩の機嫌によってお返事が返ってこなかったりとかそういうことも、あったりしましたけれども、はい、それでも、はい、目を見ておはようございます何回言ってんのよみたいな聞こえてるわよと、はいはい、だって僕姉からそれこそ聞きましたけど、はい、LPG のプロテストを受かって、ま、研修というか講習みたいなのもテストを受かったり、はい、受けますよね、ありましたね。でその時に、うん、インタビューのこうなんていうんですか、応じ方、はい、みたいなのもあるっていう、あ、そういう講習もありました ね、いろいろ LPG さんすごいですね、その辺もちゃんとやっぱり、はい、プロである見られ方、そういう、そうですね、ご指導をいただいて、なんかちょっとこう化粧の仕方とか、あ、そんなところそういうのも、うん、ありましたね、すごい、うん、ちゃんと全部ちゃんと、まあ、女性としてとか、あ、まあ、ゴルファーとして、はいはい、プロとしてしっかりわきまえて行動しなさいよと。これは今でも残ってんですかね。今もそういう講習なり研修は、うん、あります、あります、ルーキーキャンプ、そうですね、そういう講習と、まあ、それはもう必須なんで、すごいっすね、はい、まあ、だからああいう風にこうツアーの、はい、ね、囲み取材とかでも、はい、上手ですよ ね、みんな上手ですよね、本当に、うんうん、うん、だからそういうね LPGA のまあ、いろんなね厳しい先輩のね、はい、まあ、文化もあり、はい、っていうところもね、うん、まあ、誰がいじめたかとかは、まあ、裏の控室で聞きましたけれども、あ、まあ、えファンオンエアでは流せないということでね、